なんだよ、急に止まるなよ。ピノ？なんということだ。我に拮抗するはずの力が、このような小僧どもとはな。お前が闇の精霊？もう遅い。何をしようと無駄だ。光の眷属に。そんなことやってみるまでわかるもんか。わからんのは貴様らの。光があれば必ず影が生まれる。影の中には闇があり、闇は光がなくとも闇なのだ。光の力で我を倒すことはできんぞ。確かに闇は光で滅ぼすことができない。パプー。だけど払うことはできるはずだよ。勇気を出してピノン、僕を助けてくれた時を思い出すんだ。貴様は、たとえ闇の力がどれだけ強くても、精霊である限りは月の支配を逃れることはできない。貴様はまさか。ごめんねピノ、僕は一つだけ君に隠していたことがあるんだ。僕の正体は月の精霊。バカな、月の精霊がなぜここに。そう、僕は月の精霊。君の世界の住人ですらない夜空からの使徒。なぜだ。月の精霊は空高くに封印されたのではないのか。まさかそんな人間がいるはずは。いるんだよ。だから封印は解かれたんだ。僕の名前はパプー。名前を与えられた唯一の月の精霊だ。闇を払うんだ。
たぞ。これで
たね、ピノ。これで全て元に。うん、やったよ。全部パプーのおかげだよ。違うよ、みんなで力を合わせたから闇に勝つことができたんだ。やだよパプー、言っちゃやだよ。ごめんねピノ、僕自分が月の精霊だって言えなかった。ずっと言おうと思ってたのに言えなかった。いいんだよそんなこと。僕もルナと同じ、勇気が足りなかった。みんなが恐れるこの月の力でピノンに嫌われたらどうしよう。そんなことあるわけないよ、僕たち友達だろ。こんな僕でも友達でいてくれる？当たり前だよ、ずっとずっと一緒だよパプー。だってそう約束したじゃないか。だから帰ろう、ポポロクロイスに戻って、一緒にご飯食べて、一緒に寝て、一緒に遊ぼうよ。うん、そうだね、とっても楽しそうだね。ね、そんな闇の精霊は倒したのに。ダメだよ動いちゃ。月、月の力。そうか、月食で月の力が弱まってるから。ピノン、早く元の世界に。精霊たちが、世界が闇に覆われてしまう。パプー、なんだよありゃ。月食？そうか、パプーの言ってた月の力が弱まっているっていうのはこのことだったんだ。それじゃ世界が闇にっていうのは、精霊の鐘？もしかして闇の精霊は、僕に力を貸して、僕に勇気を分けて。パプー、おい何やってんだ、置いてくぞ。あ、